30国2時間とてもじゃないです。ん？あ、付近、あ、電波がですかね。まあ、それは仕方がない。じゃあ行ってみるかな。10キロ短縮で上りがある。時間、ああ、どうかな。あとちょっと雲黒くないですか、あっち。決断してしまった。35キロ、私は3時間あっても足りるかどうかってとこです。まずはしばらくまっすぐ行って。176つったら、まあそれなりきついんですけどね。いや、青森、あ、それなんかこの間聞いたな。内陸に決めた。そう、パンクしたらちょっと あんまりひどいタイヤ避けるようなパンクだったらやばいですね。関地、私雨ざらしにしちゃってますが、上りの後下りは絶対あるはずです。雲がなんか嫌ですね。あ、大丈夫ですか。あんなことに黒い雲、あれは、向きで言うと東側にいるんだよな。内陸は電波、いや、私は内陸の方があんまりないようなイメージなんですけどね。じゃあ行きましょうか。確保してないです。お、10時半か。試験放送来た。カロリーメイトあります。ん？何が大丈夫？チェーンオイルは和光のやつ。終わりか。なんで結婚しないの？なんでだっけ？そう、全国でやってるらしいです。そう、さっきも30分前にやりました。あ、今のとこ左で駅か。せっかくだから寄っていこう。おはようございます。あ、こっちじゃないや。ん？あ、違うのか、そっちか。空気圧は大丈夫っぽいです。ん？相手がいないから一体何の話かな？もしない方が、それは自分で決めます。結婚すると決めたらすぐするから。あれ、あれはホームの方だよな。しじみはなかなか、あとしじみソフトはあんまり、しじみ味ではなかったですけど、しじみソフト美味しかったです。ずれてる。考えると、今別駅到着。そう、電撃結婚ってやつですね。
ワロロンって、なんすかワロロンって。これもちょっと古めかな。よし、押さえた。で、こっち地図に載ってないです、あの道が。国土地理院地図に、ああ、載ってないな、これでか。清水カレーに、なんとかチンがついて、なんとかルチンじゃなくて、コンポタージュ食べてないっす。こんなところに迷い込んでる時間ないよな。よいしょ。そう、クロスバイクに、いや、砂利道は何度か走ってますよ、もう。やった。あ、そうそう、俺にチンか。よいしょ。やっと、そう、肝臓に、登れねえ。GPS 使ってます。イートレックス30。勢いでいけなかった。マラソン余裕ですね。そう。よかった。道戻ってきた。戻ってきたっていうか、これは、この道じゃないな。ふぅ。びっくりおじさん。インチキおじさんではなく。そう、戻りたくない。まあ、パンクは想像しないですよ。今のところグリップが燃えられなかったんで、砂利で滑って。ああ、なんかいらんとこで体力使ったな。これを左にずっと行って、行けば小国峠行くのかな？なんか元川沿いのひなびた道行きたいけどな。時間短い。またぎのおじさん。ロードタイヤでも。道は多分、迷子。着地。栄養ドリンクは、栄養ドリンク的な意味ではあんま飲まないですね。とりあえずちょくちょく飲んでるのは、少なめの量がそんなにめちゃくちゃ多くない炭酸ってことで、リポビタンじゃなくて、あれ？リポディでいいんだっけ？あれは。なんだっけ？リアルゴールド、リアルゴールドを飲んでます。あれは単純に炭酸が美味しいから。ナミン C。オルナミン C ドリンクだ。GPS が？さて、これは標高175メートルまでか。単に、あ、瓶でしたっけ。あ、そうそう、レッドブル会社だと、最近はモンスターってやつ飲んでます。コアップガラナ。ガラナって北海道で見ますよね。いいよ。ナモワーモ。ナモワーモって何でしょうかね。あ、電波悪いのか。ガラの北海道ですよね。化石祭、あなたも会社もパンクする。と書いてある。フォークにリアルゴールドか。西武はなんか、あんまり強くできないんでしたっけ、日本だと。食事&喫茶、バンビ。やってないな。釣り餌とも書いてあった。ああ、これ結構車が通る道なのか。海岸沿いは本当に
ひなびた感じだったんでしょうね。まあでも山の中も好きではあるけど、車置いてあれだな。あ、そうだ、コンビニで麦茶補給しときゃよかった。モンスターエナジーの方かな、カオスじゃない方、無事法医薬品レベル、コース量多いですね。カメレオン積載重量今10キロオーバー、20キロはないぐらいだと思います。でももしかしたら20キロあるかもしれないな。今あのバッグの片方持つだけでも結構重いんで、酒っこ飲んで運転ヘバマイン、ん？ちょっと待った。酒っこ飲んで運転ヘバマイネオマイネオ、止まねば地獄止まねば、あ、止まねば地獄止まれば天国、方言標語だ。運転ヘバは運転すればかな。あ、よためく自転、よためく自転車に注意。よためく、なんかいいな、よためく。自転車はすべてよためいてるかと言われるとあれだけど、運転しちゃダメがヘバですか？あ、マイネがダメ。よためく昔話中、あー、なんとなく頭の中にイメージはあるけど、ねば止まらねば地獄、止まれば天国なんですね、あれは。さて上り、こんぐらいの勾配でずっと登って176メートルだったら楽だけどな。するまい、まいね、あ、フランス語に、よためく。よためくはよろめくでいいんですかね、普通に。あ、職員さんいらっしゃいます。青森走ってます。今津軽半島、これでキリストの墓には行かないと思いますが、こんなとこにもキリストの墓が、あ、昨日は野宿してました。キャンプ場のスイッチとお借りしてました。一応管理人さんはには挨拶したので、臨行の時もこの自転車です。ん、基地基山、いや、大したことない坂ですけど、それなりに、これで標高35メートル。はあ、ん？トライ村、エライ村？はあはあ、この道でいいのかな？ん？失われた村。はあ、風はあんまないです。今はピラミッド、
た村って何でしょうか。インナキ村みたいなもんか、福岡でいうところの。インナキ峠の上の方には実はインナキ村が残ってて、でそこに行くとなんか日本の法律は通用しないとかいう都市伝説がありましたよ。ラーメンとあとクッキー食べたかな、あと干し餅。あるある、失われてもらってその手の話ですかね。そう、インナキ峠のとこではなんか GPS の調子がおかしくなって、GPS の衛星補足の画面って7色でいろんな衛星が色付けされて出るんですけど、インナキ峠行った時だけなんか青とか灰色とか紫とか水色とか寒色系の表示にいきなり統一されてびっくりした。辺りが、あ、道の駅は、どこにあるんだったっけ。鹿の島には行きました。ネリーさん、あ、コネリさんだ。最近ネリーさんという文字列しか覚えてなかった。コネリさんって人と一緒に鹿の島走りました。電波あまりなかったんですけどね。私が実家に帰った時、福岡の私は実は鹿の島は確か子供の頃の初めての長距離サイクリングの先じゃなかったかな。横浜カレーボッタあ、カレーボッタ、そうですね。金印の火のところは見たんですけど、実物は見たことないです。あと2キロで道の駅。そう、金印ドッグ売ってました。福岡門で酒田門とは言えないかな、あ、ルート変更しました。内陸沿いに線路沿いに行くか海沿いの予定ルートを通るかを迷って、こっちが10キロ短縮で標高176メートルの峠を越えます。まあ内陸も好きなんで内陸にしようかなと。ただ意外と車多いのがちょっと残念。車はほとんどこっち通って海沿いは行かないんでしょうね。あ、電波が、まあ、もしかしたらつながるかもしれないです。そう、母月。あ、また川沿いに降りてしまうかな。これもしかして今登ったの無駄だったかな。あ、でもないな、ほとんどこの辺り全体も土地上がってきてるのか。いい景色、いい景色。これで線路沿いか。ここ最上、そうですね。ホロズキ海岸ってとこあるんですかね。あー、でもこの道、ここ通るのはもう次はないかな。まあ、別に、すべて網羅してるわけでもないんで、過去行ったところも。まあ、2回走ることがあってもいいかな。あ、あれが青函トンネルをくぐる方の線路ですかね。小回り、1月ですか。冬は厳しいな。お弁当は持ってきてない。二度と、優先度としてはそこまで戻るんですか。戻るんですか。この辺りの道の駅ってなんか何かとセットになってますね。半島プラザアクスル、面白い道。まあそうですね、泳ぐか。
冬は、そう、私寒さ苦手です。今回は雨具で記録的豪雨の日も走れましたけど、あれは夏だからですね。冬じゃ無理。八重山、冬は除雪されてないとこ多そうですからね。まあ冬は雪のないとこ走ってます。お、世間さんいらっしゃいませ。アルミとカーボンならアルミ、なぜならば私は輪行を多用するからです。はあ、ん、別の駅名、はあ、いうところまあもう決めてしまったから戻らない。とりあえず海沿いの道はなかったことにします。私の頭の中で海沿いの道はなくなりました。こっちは唯一のルート、うん、楽しめません。ん、後悔は、いや、そうでもないですよ。そこまで後悔ってほどではないです。駅、あ、駅はビーチ、戦場時期は見ました。あそこでイカ焼き食いました。お、4年前にいらっしゃいませ。泥除けつけてないんですよね。でも土砂降りだと泥除けあってもなくても関係ない感じでした。そう、知らないとこもあるのが楽しいですね。一番そこでなんか初めて見るものがあって驚いたりするのが一番いい。焼きイカだったかな、確かそうですね。道の駅の方がイカ焼き村で、私が食ったのはイカ、あ、焼きイカか。新幹線、なんか完成予想図は見ましたよ途中で。うわ、なんか進まないな足が。あ、またある。北海道新幹線奥津軽工事。あ、どこだ、あっちかな。向こうでなんかクレーンが稼働してましたね。あ、駅は今のところから行ったらいいのか。ついてたから行ってみるか。飲み物も切れたし、もう500飲んでしまった。いや、けっぱりはこっちの方でしたっけ。あの高架が新幹線なのかな。てかし、うん、廃墟、ああ結構ありましたね。漁村でも廃墟多いです。あ、蜂が、これ線路の向こう側に行かないとダメかな。え、新幹線、あ、はい、あ、あれか。GoPro 録画は続いてるかな。止められました。よし、 OK。 よいしょ、はい、よいしょ。いや、車が通るとこだったんですね。お、あ、お、ちゃんと止まった、すが。で、駅どこ？駅見当たらない。あれ？これ新幹線工事なんですかね。あ、北海道新幹線の工事だ、やっぱり。新幹線高架橋、高架橋を作っています。と書いて。あれ、ちょっと待って、駅どこ。いや、入るというか通過したんですけどね。あれ、これ駅じゃない。あれ、
あれ、ちょっと待った、ちょっと待った、あれこれ駅じゃない？ちょっと先、そのタイプ、あー行き止まりだこれ。え、あの駅どうやってアクセスするんですかね。踏切渡る手前、踏切渡る手前って曲がり角あったっけ。よいしょ、うん、2つありますね駅。うん、これはノート PC 配信です。 iPhone でできたら楽なんですけどね。まずウェブカメラを外につけることができない。よいしょ、誘導員名配信で、踏切渡るところか、あ、すいません。どこにあった、あ、あれか、また来やがって止まれますよね。頭にカメラつけたやつ、スペック、スペック、すいません。でもなんか駅っぽくないな、全然。自転車はあのクロスバイクです。うん、工場の駅、クロスバイクです。でも自転車何でも旅行できますよ。ママチャリで変速なしの人もいたし。クロスバイクは食べられません。お子様の手の届かないところに。あー、これか。こっちが、何駅だっけ。リアカーでも OK。 これが道の駅。あ、道の駅と鉄道の駅が一緒になってるところか。で、店が結構ありますね。うどんとかタケノコとか書いてある。で、寝てました、昨日は。駅どこだ？あ、あ、これか。ファブさんは知らないです。ただ、やたらそのリスナーの人が、あの、会いに行け、会いに行けとかいうコメントがあるんで、逆に警戒してますね、私は。どういう人か全然分かってないです。ただリスナーさんがなんかその主さんの迷惑になるようなことをしてるんじゃないかなと思いますね。そう、あとあの名前出すのもあれですけど、あの前自転車配信やって今されてないジョーさんっていう人もやたら名前出す人いるんですよね。あれ絶対本人に迷惑になってると思うけどな。こうやって見るとスーパーみたい。ん？ショートカット。幸せ駅長。ちょっと飲み物探してきますね。よいしょ。ん？なんか今、iPhone が鳴った。よいしょ。アスクルですね。あ、旅してた人なのか。じゃあちょっとお待ちを。じゃあ飲み物買ってきます。
とリンゴジュースを買ったら中であのガラスのコップで出てきたんで中に入ります。よっと、いや、リンゴジュースを頼んだらその場であのガラスのコップで飲むやつだったんで、自転車はちょっと待ってくださいね。リンゴ酢の牛乳割り、あ、結構うまそうだな。はい、こちらでございます。財布はもうお金払ってます。これで映りましたか。よっと、ちょっとあのコメントき、あの iPhone の方から聞いてますんで読みます。じゃあいただきます。予想外に量が多かったですね。グローブは今朝水洗いしてきました。ですね、この中に今他のお客さんいなくて、今明かりがつきました。私が入ったら。美味しかった。補給だけするつもりだったんだけど、つい嫌われる。子供、お子さんはいないですね。そう、グラブしたもめんどくさくて。で、あとはここで麦茶乗り換えできない。あ、でかい鉢いるな。あれ花鉢か。美味しい麦茶かな。ガリガリ君探しましたけどね、120円のあのなんていうかな、ソフトクリームっぽい形にしたあのアイスしかなかったです。ソフトクリームっぽい、聞こえました？テレビの方は違うかな。今時代劇やってました。どういたしまして。ああ、うまかった。息飲んじゃったけど、タフマンで。じゃあまず、仮面サイダー、仮面サイダー前、長野県の川上村っていうところで飲んだら、ショッカー感が出てきました。どういたまして。コンビニの麦茶が、そうですね、
駅をつなげ、あ、駅、これが、そしてもこの駅、あ、いや、向こうにつながってるんじゃないですか、これ、あそこの通路、そう、ありな顔すると、自転車乗りって結構なんかいろいろ恵んでもらうんですけどね、やっぱりそれなりに惨めに見えるのかな。でも惨めだから同情してっていうわけじゃないですよね、多分。あの通路。よいしょ。これで今飲み物だけで370円も使ってしまった。380円か。コモアチック通路。ん？そうらしい。うん、あ、大変そうにやってのあるでしょうね。頑張って、うん、応援、そこにしびれたり憧れたりするわけですね、うん、待ってる、あ、金曜日は水出し麦茶、ああ、なるほど、水出し麦茶を作るってことか、旅行先で。それ面白いな。ちょっと待ってくださいね、貧乏には見えると思う。よし、水が、あ、でも生水で麦茶とか作ったらどうなんだろう、大丈夫なのかな。すけ、桜井さんに、ああ、あの、ほんのちょっとだけ残ってた麦茶ですね。おっと、でも確かにああいうとこでそういうの人からもらったりするのは私だったら嬉しいので、多分桜井さんも嬉しかったんじゃないかな。本当に下に行くまで自販機もなかったですからね。よっと、手荷物を、よっと、納得的に、確かに私もそう思います。誰、ビートマリオさんって。ふぅ、250涼しかった。私は優しい。まあ、ウーロン茶、よっと。うん。湧き水汲んで、あ、いや、その、長時間、あの、長時間保存しといて大丈夫かなってことなんですよ。今、ここから登ってきたよな。生水だから何らかのその生きたものが入ってるだろうから、ちょっぴりエッチ。ん？高度、あ、今高度は35メートル。よっと、それでは途中の、今11時になったか。うん、費用、そう、その湧き水から麦茶作って1日とか丸1日とか、その、まあ、ホームボトルの中に入れとくとしても、やっぱ不安かなと思いますね。すぐ飲む分には全然問題なさそうですけどね。ブラック。うん。すぐ、そうですね、保管はあまり良くないですよね、きっと。まあ、でもやってみたことないから分からんけど。やってみて痛い目に遭えば、とりあえず、あの、ドヤ顔でいてもいいと思います、私は。というわけで津軽二俣駅でした。湧き水は、まあ、でも考えたら煮沸もできるんですよね。隣の駅は、そうですね、こっちの方がローカルっぽかったから、あっち側を押さえとけばなんとなくいいかなと。ああ、スペシャリストかっこいい。3日間、へえ。
トマト苦手です。ドロドロ嫌だな。粘りが出てきたらまずいですよね、菌糸が。うん、飲むな。いや、私も飲むなって書いてあるところ飲むこともあります。ぬめりが、うん、輸入、うん、放送してる時大丈夫でした。あの2日前なんかもう豪雨で放送どころじゃなかったんですけど、放送完全に諦めて防水で固めて走ったら意外と楽しかった。南阿蘇、あの日本一長い駅名がだったところがあるところですよね。水、なんとかの水が生まれるところ、生まれる高原駅だったかな。私はあそこの近くの、あの阿蘇下田城駅、阿蘇下田城温泉駅だったかな、で風呂入ったことあります。そこのタオルをしばらく使ってたけどボロボロになってから捨ててしまったな。確か白川水源でしたっけ、あの辺り阿蘇の南側は。この時はたとえ泣いてても雨で分かんなかったな。新幹線奥会津駅早期着工で、今のも着工してたのかな。奥会津駅ってどこにできるんだ、あれ会津、じゃあ違う、津軽か。会津だったら福島だ。豪雨シーンは撮れておりません。入るのに、ああそうでしたっけ、入ったけど忘れたな。うん、ああメガネだと確かに視界悪くなりますね。駅は12個は若干、まあでも一人で、一人の方がどちらかというと楽しさは上だったんで、放送しながら走ってても楽しいけど、しなくて走ってる方がやっぱり十分楽しめてる、余すところなく。 GoPro が曇るんですよね。あの乾いた空気の場所で、あの密閉型のケースに詰め、あの密閉型のハウジングに入れた状態だったら GoPro 雨でも大丈夫だと思うんですけどね。でも充電しなきゃいけないんで、そういう GoPro を10個20個用意すれば、あのぶっ続けて何日かできるんでしょうけどね。いや、白川多分いた時お金が必要だったら払ってたと思います。12個行きました。青池と枠壺の池見ました。35年、20年以上だと。あれ、じゃあリニアは、その中の水分で、なのであの乾いた空気の場所で密閉してしまえばいいと思うんですけどね。あ、さっきのところ、あ、クランなど、私は聖地巡礼はアニメのしたことありません。戦車ゲームのだけしたことある。12個は実は33個あるらしい。ん、あ、なんて、あ、乾燥剤入る隙間多分ないと思います。結構ピッチリなんで、1ミリぐらい隙間あるかな。あ、青池、そんな色してますよね。 GoPro ケースはなんか中を真空にできるような仕組みがあったらいいのかもしれないですけどね。12個っていうのは、あのあそこの白神山地の山の上から見たときに見えるのが12個だからだそうです。ペヤングは嫌いじゃない。6種は島田さんですね。ん、私もなんか老眼がちょっと気になるんですよね最近。前よりも近距離見えなくなってるような気がする。
なんたって目が一番先に老化するらしいし。豚足袋、あれ何の話だったっけ。真空か、老後、定年退職した後とかだったら金があったら旅行すると思いますね。乾燥剤ボックス、なんかテレビで老眼を回復させるとかやってましたね。運動、目が老化すると近い距離に焦点が合わせられなくなってしまって、あの本とか小さ字が小さいと離れるとぼやけて見えないし、近づくと焦点が合わせられないんで、あの読める字のサイズに制限が出てきます。老眼、脇道、そう、脳神経は異常見つからなくて、脳神経というのはあれですね、私が階段下るときだけ左足がまともに段の上に下ろせないっていう、あの件は別の病院の先生紹介してもらったんですけど、まだそっち行ってないんですよ。とりあえず反射機能とかそのあたりは一通り検査してもらって、どこも異常なし。禁止なのに、そうそう、スマホ、階段こぐと大変でしたよ。動画で残していかに大変かを皆さんに知っていただいて、あんなことはしないように伝えないと。自転車のツーリスト、あそこを間違っても下ろうなんて思わないように。手軽、手軽、度数は全く変わってませんでした、やっぱり。何センチ、ちょっと老眼の基準は私には分かんないですけどね。線路、腰の負担は自転車にもよるのかな。私はなんかロードバイクとかは腰が曲がってる状態だから、厳しい、腰の負担大きそうな雰囲気はするけど、実際どうですかね。なんかロードバイク絡みで批判しようとすると反発をかなり受けそうで怖いですよね。ヘリ大丈夫ですかね。今標高60近く、あと残り標高差100ちょい、まあ100ちょいだったらほんの少しか。脳梗塞、でも私のこの階段下る時の症状は10年来ずっとなんですよ。大学時代は20年近く前か、大学時代には階段駆け下ってた覚えがあります。間違いじゃないな、どれ。今年はまだパンクしてないです、一回も。覚えてる限りは。でか、無理とか取った、国統計だと思います。大学は転げ落ちかけたことは何度もあります。大学は秘密で、職業の会社とかも秘密です。なんか年収に関わりそうなことは嫌なんで。ロード、ロードバイク、今は歪んでるかどうかも多分あれで見てもらったから大丈夫かなと思うんですけどね。ツイッターでも体の歪みがって書かれたんですけど、そうそう、 MRI は今度紹介してもらった先で多分撮ってもらうことになると思います。ハンドル低すぎ、ただ負担ゼロではないですよね、どの自転車乗ったって。まあそれ言ったら歩いててもか。脳梗塞なのか、ストレートネック、
あ、なんか割とでもいい感じの山の中になってきた。しじみ汁、あの子来たところかな。あれは左目閉じるのは、ん？専門の？左目閉じてるのは癖です、いつも。あ、うん。レントゲン。私、ロード否定しないですよ、全然。ただ、人それぞれなんで、ロードじゃないとダメだとかいう考えがちょっと間違ってるなと思うだけです。そのロード至上主義っていうのに走ってる人がたまにいるんで、それはどうかなと私は旗から見て思うんですよね。結構そのロードバイクに乗ってる自分にあまりに酔いすぎてる人がいるから、ロードバイクでスピード出すぎちゃったよみたいな言い方してる人がちょっと私は苦手です。クロス地上主義良くないと思うな。差し気味。おお。今は割と伸びり走ってます。ヘルニアは確 か、 あの脊椎のやつでしたっけ。は多分ないです。あ、服は毎日変えてますけど、ズボンは2日に1回洗濯になるのかな。今宿に泊まるたびに。で、髄液はそう、下北半島に渡って、渡った先のことはまだ何も調べてもいません。とりあえずあのフェリーの港に着かなきゃっていうだけで。気温28度、南東の風1メートル。あ、頑張らないのはそこまで、頑張ったらアウトっていうわけでもないんですけどね。気温28度。そう、ちょっと調べる気力がフェリーのとこまでしか持たなかったんで。標高70メートル。あ、これ緩やかに登ってていいな、こういう峠だったら。あ、もうすぐ県外。じゃあ切れたらまた後ほど。あ、でもこれ枠終わるな。乗り遅れたら青森に向かうか、この辺泊まって明日渡るか、それはその時考えます。はあ、1.6 キロか。はあ、1.6 キロで100メートル登るんだとしたら結構そこそこの勾配かな。はあはあ、フェリー1日2本ですよ。あ、そうか、延長じゃあここでやっとくか。よいしょ、25分になったら確かできるはず。延長待ちましょうかね。はあ、じゃあ今のうちに。お、いらっしゃい。愛してる人いらっしゃいませ。うん、ラントナーはいいですよね。旅延長じゃないです、日程は変わらず。はあ、どこまで行けば、ん、別の港があるのかな。マチャリで、ね、のんけ働かないのですか。職がない人をどうこう言うっていうのは私は別に言いたくないんですけどね。ちょっと待ってください。あれ来た。あ、自動的に来てる。ちょっと待って、私がしようと思ったのに。一応再接続しときます、念のため。ちょっと再接続なんでコメント聞こえなくなりますんで。あ、昼飯何しようかな。まだ再接続できない。来たかな。ダメだ、再接続できなくなった。あれ
余計なことしたかな。やばい。いらんことしたらしい。ツールを再起動して、繋がらなくなった。とりあえず先進むか。もっと電波悪くなるかもしれないけど、あれあれ、読み上げがこっちに移ったってことは、うん、あれどうなってる？読み上げを USB ヘッドセットにして、今来てますかね。あー、ダメか。ダメか。どんなもんですかね。映像いってないですね。音だけ。音もいってるかどうかわかんないですね。見えてます。見えてます。音もない。とりあえず進みますと。見えてない。トマトマトの やっぱり電波ないとこか。ここ悪前進でフェリー間に合わんわ。あと1時間半ぐらいでフェリーの乗り場に着いとけばベストかな。昼飯も食べられるくらいの。ニコロス。来ますね。フェリー1時間あるから、ちょっとフェリーの間中放送とか録画し続けるのは厳しいかな。うたた寝したいし、せっかく1時間もあるから。外バットですかね。あ、動き出した。フェリーは乗り込むところと降りるところだけ取って、あとは寝とこうかな。寝るか、リンゴ祭り。リンゴは痛い。あ、これ今もこれ、声聞こえてないのかな。延長いったみたいですね。ニンニク投げるのか。涼しい。
こだ。もうそろそろ線路はトンネル入ってるのかな。もうああ本当いい天気になってよかった。途中車結構通ってたのにこの辺全然通ってないですね。今これ動画に向かって喋ってますけど、登り始めた。お、次の延長はまあ大丈夫じゃないですかね。標高差100ぐらいだし、ピーマン、ウニ、栗。コメント、あれサンマソードどこだったっけ。サンマソードは山口の方の、違う、あれ島根だっけ。サンマを剣として持ってたあのキャラクターは、あれ何だったっけな、確か霞町とかのあたりじゃなかったかな。標高もうすぐ100メートル。よいしょ。あっち。下ってる。下ってるんじゃなくて平坦か。
ああ、また登ってる。到着。あ、ログアウトした。電波ないんだな、完全に。もうちょい、あの先かな。右曲がった先だから、あの先だ。なべお、見えたかな？見えた。グニでいいのか。あれ、今頃つながった。峠でつながった。通った。ここで電波ちょっと来た。でも行ってないのか。お、津軽中山ライン。
恐山ではありません。外ヶ浜町、はあはあはあ、今こっちからコメント聞こ、こっちにはコメント聞こえてますけどね、はあ、ふう、あ、もしかしてなんか処理しないと映像行かないかな、配信開始を押さなきゃダメなのかな、あれ、あ、あ、あ、ん、あれ、あ、ちちち、あ、行かない、まだ待機足りないのか、また全然コメント来なくなってるな。お、これは融雪のやつか。融雪はあの噴出口があるんで、そういうとこ必ず路面が赤くなってる。涼しい。ああ、聞こえてなかった。なんか今カランカランとか言ったな。ん？あ、これか。危ない危ない。この辺り融雪のあのスプリンクラーみたいな口はないのに、ここの辺りまで赤くなってる。ここまたあるな。でもこういうのがわざわざ設置されてるってことは、この道は冬季でもずっと除雪されて融雪されて重要な道なんでしょうね。
ああ、この辺りもいい。あ、電波来たかな。通信中弱か。一応つながるかな。まだ危ないか。よもうすぐ12時、あと2時間。気持ちいいな。ちょっと気持ちよすぎて眠気が出てきました。あ、トンボが。とりあえず人が住んでるとこまで行けば電波つながるだろうと思うので、そこまで行ってから試してみるかな。
からあと川沿いに下っていけば港か。なるほど、ちょうどここからこの近くの川の河口にあるのか港が。またゴミ捨てて死んだらいいのに。やばい、あと5分ぐらいだ。とりあえず民家が見えるとこまで行ったら、見えた。電波は中か、さっきより良くなったな。しかし繋がらない。うん、来た。よし。自動無料延長オン。自動無料延長。動け。手動でやるか。結構電波つながらないエリア長かったです。あ、動いた。お待たせしました。20分ぐらい経ちましたかね。すいません。とりあえず民家が見えるとこまで下ってきてやったらつながりました。さっき峠では一瞬だけコメントが流れたんですけどね、あの時はGPS 切れました。いや、今のペースは割と普通ぐらいだったと思います。じゃあちょっといやまだちょっと待ってください。心配ありがとうございます。で、今ここはこれで数秒後に行くと思います。現在地。東京か。確か港区でしたよね。東京タワーのとこだっけ。ここ座ったんです。すいません。これは今は、もうすぐ今ここの場所が送信されるはずです。で、枠説明の現在地っていうのの GPS だけの URL を開いていただくと、私の現在地が表示されます。お、ダックスフンド、あ、来ましたか。そこにいます。たまにiPhone の GPS がおかしくなっている時ありますけど、
今ここではその小国峠越えたあたり、越えて南下したところに出てますかね。あ、そう、大平駅の近くです。大平駅はどこにあるんだっけ。大平駅、大平駅、小栗旬、小国駅、小国駅。フェリーの時間大丈夫ですかね。これ川下っていたところは駅、あの港ですよね。今いるとこからあの大きめの川を確かにまだわからん。海岸沿いですかね。まあ峠登ってそれはそれで面白かったです。途中から車は少なかったんで、お昼は港行ってなんか探しますかね。食ってる時間があれば。左折ですかね、駅。お昼ごめしてなんでその飲み方するんだ。ちっちゃ、僕のちっちゃ。諦めますか。すぐいそばか。あ、相変わらず佐賀の人走ってるな。あれ佐川じゃない。あの人は 青いしましまの格好して走ってたけど、佐川じゃないなんてことはあるんだろうか。なんで無印のトラックに乗ってんだ。フェリー予約は多分いらないと思いますけどね。どうかな。あと桜井さんがいるんじゃないかな。朝の便で行ってなければ。でも朝の便に乗るためには4時5時ぐらいには出ないと。ペース、そうですか。12時、うん、あ、今 N 座ったっけ。お、学校の音だ、学校の。うん、価格はもう給食。あれ、そういえば学校で給食と昼休みの途切れ目ってどこにあるんでしたっけ。区切りって、あれ、昼休みと昼食ってどうなってたっけ。20分か、うん、いいかね。あ、駅の周り、いいよと。ちょっと歩道広いんでこちら走らさせてください。延長できたみたいです。うん、連動つながってましたっけ。あ、あそこにクレーンがいっぱいあるの、あれも新幹線の工事なんですかね。20年間の。あと駅、あ、駅は早く食べてでしたっけ。あ、つまり食べるのが遅い子は昼休みの時間帯、時間が削られると。あ、でしたっけ。これの奥なのか。あ、本当にあった。え、表示も何もなかったですよね今。扱いひでえ。で、大平と書いて、さっきあのコメントにあったの、大台ってのは読みがそうだったんだ。ひでえ。あ、なんか工事の人がいるな。扱いすごいな、ここ。来ましたね。三浦市。ああ、ここもホームだけですね。あ、こっちあるんだ。中尾国駅と津軽二俣駅の間の大台駅。そう、コメントで大台っていう話がっていう、多分ひらがなで書かれてたんですよね。それここの意味だったんだ。2016年駅ですよ。よいしょ。笑。またさっきもそれ全く同じこと聞かれましたよ。ああ、これホームに行くまでの通路なんですね。ここは1日確か5本、上下5本ずつかな。さっきの終着駅があの上りだけで5本だったから、
上りだけしかなくて、そう、今日いい天気でなかなか暑いです。神奈川はダメ。おっと、1日に、あ、違う、こっちじゃない、あっちか。やっぱり1日5本ですね。みんまやってあれか、みうまやでみんまやなのか。今の時間が12時3分。12時台1本もないな。みんまや、みんまや。床はコンクリですね。三河。駅ノートとかないですね。よし。少ない。でも、五能線も同じような感じですけど、五能線はリゾート白神があるからプラス3本ぐらいあるけど、しかしこの駅の扱いすごいな。表示もなければ舗装もされてない。見つからんだろこの駅。地図とか GPS 見てないと。駅前に売店とかそういうレベルじゃないですね。ここにあるのはなんか、山並って書いてある。これは何だろうな。気をつくない。自販機はある。あ、こんにちは。現地人の人も使ってないと思いますね、あんまり。駅は車とかバスの方が便利だし。実際運転手入ってないっす。現地の人使わなくてますますなくなっていくんですよね。ガードマン、あ、さっきの人ですか。あれはこの新幹線工事の人でしょう。これ新幹線の高架作ってるのかな。電車よりバスの方が、鍵はパチッとかけます。まああまり高くない、重くない鍵を使って、そういう時代ですよね。あ、さて、川沿いに下っていくのはこの道でいいかな。港に向かう道は、青森新幹線否定派が多いな。多いなっていうか一人か。それは現地人。これがあれですね、宮島みたいな鳥。するだけ。一応奥津軽駅ですよね、本州側での最後の駅が。さっきのところ新青森。でも北海道まで新幹線で行けるんだったら、私は飛行機と新幹線、結構新幹線の方がメリット多いんですよね。新幹線のデメリットは、ゴールデンウィークとか混雑帯にはとてもじゃないけど、指定席とっても輪行袋を乗せるのは厳しいっていうのがあって、それ以外の時には重量制限ないし、長崎に、九州新幹線の途中の駅が増えるのかな。値段は飛行機と新幹線、飛行機の方が安いかな。大分、宮崎はあっちの方は通ってないですよね。でも大分も宮崎も一応線路はありますからね。ああ、でも、特急は走ってましたね、確か。あそこ走ってるのは特急なんだったっけ。前、宇佐から、あれ、宇佐だったっけ。まあ、メイプル矢場サイクルラインっていうのを下ってきて、で着いたところから輪行して福岡の実家に帰ったことあるんですが、日輪って今あるんですかね。日輪って古くないですか。新幹線は出入り口の横のところに自転車をできるだけ薄くパッキングしておくんですけど、新幹線は邪魔になりやすいですね。スキー板置き場がある新幹線がベストです。
宮崎はソニックはあっちの方行ってましたっけ。白いソニックとか青いソニックとか。お昼はまだ大丈夫かな。でも腹減ってる。朝もかあの袋麺、棒ラーメン一つとクッキー一袋と、鹿児島高速、黒いソニック、黒いのがいましたっけ。ツバメじゃなくて青と白は覚えてるんですが。狭い。あのツバメとソニックってなんかもしかして被ってますかね。そうエネルギー必要。この辺り田んぼ綺麗です。何ですか、北九州。前国東半島の双子山に登ったことあります。青森で九州の、確かにそうですね。あ、ホームページ、新幹線のやつは、スキー道具置き場はありますね。の写真は載せてますね。で、絵が止まるのはどうしようもないです、多分。電波の問題で。あるいは規制の問題で。再三、電波。まあ、海近づいたらまた少し良くなるんじゃないですかね。あれが海峡線で、あの海に潜る方の線路か。またいらん話か。いるかいらんか、でも確かに私も何も言えないな。現地の人じゃないと。そう、内陸走りました。ショートカットしました。海、この後見られます。フェリー乗るから。あ、そうだ、今日はですね、バッテリーが、パソコン本体の方のバッテリーは、ダクが。ああ、これ通常発信だから溜まりにくいんじゃないかと思います、ラグは。あ、いって思いっきり今穴に落ちた。穴に落ちて今ハンドルを、あ、うどんコーナー1時間もあったらあるかな。でも昼飯はできれば丘にいるうちに探しておきたいです。この手のやつに今落ちましたね。手つなかったかな。パソコンはウエストバッグの中です。 600g ぐらいのパソコンです。今このサイズのこの軽さのやつがないんですよね。買ってでもいいですね。今日泊まり、これから 宿考えます。2時間弱。フェリーの中はちょっと制限されると思うんで、メニューとかできれば乗る前に食べときたいですね。川はどこなんだこれ。もっと向こう流れてるのか。名産はある程度食べてきてはいます今回。あ、そうそう、渡った先に宿があるとちょうどいいですね。渡って周囲20キロ以内ぐらいのところにあればちょうどいいかな。ちょっととりあえずiPhone にスキャンして入れてきてる全国民宿オールガイド後で見てみます。フェリーで、さすがに海の真ん中渡ってるときは厳しいんじゃないですかね。まあ、どっちにしろそこまで配信する気あんまないです。食うとこあると思います多分。でフェリー乗り込んで陸から離れるところと、
あとは着岸するところは放送録画するつもりですけど、その間のまあどのぐらいかな、40分ぐらいかな、まあ、ちょっと一眠りしとこうと思います。さっき峠から下ってくるときがあんまり気持ちよくて結構眠くなってしまいました。嘘、もう切れた。3時間ちょいしか持たなかったか。あー、じゃあこっからパソコン本体で持って2時間ってとこです。2時間も持たなかったかな。やべえ。実は昨日1本使い切ってて、こっちの方のバッテリーは実はもう容量少し減ってきてる方なんですよね。あー、前 4,5 時間持ってたのにな。3時間で切れるか。待てよ、3時間半か。確か放送は8時半からやりましたよね。フェリーに間に合うかどうかまでかな。じゃあそこから先は宿探しとかしながら、 GoPro の録画はまだパワーポンドっていうバッテリーが残ってるんで、 GoPro 録画は継続できると思います。フェリーで、いやー大変なことで、いやそっちの問題よりは出航まではやりたいですけど、バッテリーが持つかどうか怪しいです。パソコン本体のバッテリーも下手ってきてないかな、大丈夫かな。また宮島みたいな鳥、この辺りの鳥なんか塗装が新しいですね。塗りの何度も塗り直してあるのかな。30度近く、うん、こっちもなかなか暑いですよ。野宿は昨日やったんですけどね、今日もやると放送もできないし録画もできなくなるな、はあ、うん、1時間フェリーですね。そう、ぴったり1時間の運行スケジュールになってました。宿探さなきゃな。港町、向こうのフェリーのところは、ん？北海道が何で大変？あ、大雨。こっちもいい加減ひどい大雨に降られましたよ。一昨日が一番すごかった。確かに一回は。まあリフレッシュとか、今回昨日の晩が初めて の 外寝だったんですけどね。こんにちは。それまで宿だったから、雨が降ってたこともあるけどちょっと甘いすぎたかもしれない。まあ、お金を浮かせるっていうのもあるけど、やっぱどこでもできるだけどこでも泊まれるっていうことをやりたいというか、なんというか、ああうまく説明できない。お店ないですね。一日中、ああ、頑張って漕いでるんでなければ一日中は大丈夫だと思いますよ。尻が痛くなってくるけど、あれ、これ駅通過してるな。まあいいや、次行きますか。そう、ワイルドだろうって、そう、ワイルドだろうの元ネタ実は一遍も見たことないです。うん、あ、そうか、ずっと音、映像変わってないのか。そうですね、放送のこと完全に諦めてしまえばもう野宿で、あー、でも洗濯はしたいな。今日はそんなむちゃくちゃ汗かいてないから、もう着替えもう一セット分あるんですけど、それを温存して、その今日仮に野宿するとしたら、今日の着替えは我慢して明日宿に着いてから着替える分を残しとくって感じかな。まあ一応今日宿に泊まるつもりですが、
プライスレス、それもありますね。痔は、たまに私は肛門痛くなることありますけどね、今のところ大丈夫です。なぜかたまにあれ多分痔だと思うんですけどね、痔がいわゆる痔の症状になることがある。でも普段は全然そんなことないんですよ。結構体調とかにもよるらしいし、臭くないこの辺りがですかね、それとも私が。まあ一晩着替えなかったら夏場は結構臭くなりますね。着替えは2泊分だけ持ち歩いてます。靴下2丁、パンツ2丁、あ、それ自分の着てるの覗いてですね。海沿い、あーどうかな、海まだお昼ご飯食べたい。とりあえず港まで行ってから食べたいですね。途中で食べてなんか間に合わなくなったら悲惨だから。そういう方が嘘つけ。私は自分自身は匂いを気にしない人間になりたいけど、匂いで人に迷惑かけることは避けたいんですよね。お、いらっしゃいませ。自分自身は匂いに強くなりたい。匂い、赤い T シャツ、あのですね、自転車ジャージは自分が着てる分除くと1着だけ持ち歩いてます。自転車ジャージを1着と予備1着と、あとは夜用の普通のシャツ、あの今バンビ T シャツ持ってきてますけど、それ持ち歩いてます。でズボンは買いはなくて、夜用の薄いジンベイのズボンが1つあるだけです。飯より、この先これでいいのかな、ちょっと待ってください。洗濯するか、そうかな、100円ショップ、あ、確かにそうですね。でも自転車倉庫に耐えられるかな、ああいう紙下着って。そうそう、電車通勤で影響ありますよね。どっちで行こうかな。一つ南側の道もありますね。あちらほら。まあでもこまめ行ってしまっていいか。夜はですね、朝方は少し寒かったです。夜は寝つくときに少し暑いなと思ったんですけど、あの何も被らずに、あ、除皮。でももう港までそんなに距離ないですよね。テントは昨日はメッシュのところだけ閉めて、外の外壁のウォールのところを開けて寝ました。なのでタピザキはさを今朝出てきたところです。タピザキの近くのキャンプ場の炊事場の中に泊まってました。船虫には多分かじられてない。テントの上にボトボト落ちてきてたけど、100円ショップの、その使い捨てる前に破れそうなんですよね。20度かな。船虫は肉食なんでしたっけ。いや、よく知らないです。あんまり調べてない船虫のことは。あと2キロ。ああ、じゃあ楽ですね、楽勝ですね。海沿い通ってきてたらさっきの峠がなくてプラス10キロだったけど、多分こっちの方が早かったでしょうね。海沿いだったらギリギリぐらいかな。バッグには入られないようにちゃんとテントの中に入れときました。ネズミ、もうすぐ港みたいです。海が近いっていうふうに全然見えないな。咀嚼、日焼け止め今日もうちょっと塗っといたらいいかな。洗濯機、
もう少し、まだあの港は全然見えてないです。そう、港のところで食事できたらちょうどいいタイミングですね。今回あの宿に泊まっているときはだいぶオーバーカロリーだったから、カロリーオーバーだったから、指紋、ああその脂質だけでってことですね。さすが何億年も生き残ってるだけある。何億年だっけ、確か何億年ですよね。洗濯、左カーブ、そう、節制しないと体重増えたままになってしまう。あ、画像、そうですか。ふう、ん、干すときにあんまり叩いてないかな、布団とか。ん、サマ定食、あ、カニタ港の近くのなんか定食食べられるとこあるんですか。それにしよう。1時間半残ってりゃ多分大丈夫ですよね。はあ、来年は今回十和田湖とか残したらそれ行くかもしれないし、久々に北海道にも行きたいです。自転車って知りたいな。今まだ連れていたい感じじゃなくて、なんていうのかな、中のあの脂肪やら筋肉やらがずっと押されて、ん、あ、フェリーのホタテ塩ラーメンか。ご飯物の方が今食べたいかな。今朝の袋、あの棒ラーメン茹でただけのやつだったんで、とんかつもいいな、とんかつもいいな。本当は地元のものとか食べたいですね。なんかあれば。あ、北海道冬休みが長いんですよね。ん？中華料理屋さん。冬北海道、私は自転車乗れないんで、冬北海道に行ってる人の手記とかありますけどね。確か自転車人に乗ってたかな。あの AV とかも撮ってる映画監督の人の記事で冬に北海道にっていう話ありますよね。平野なんとかって人のな、地元に、うん、延長できてないですかね。まだ海見えない。そう、北海道の夏は本当に走りやす、あのツーリングしやすいですね。泊まる場所多いし、サイダーが、あー、そうそう、 AV とかも撮ってる。 AV だったかな、単なる18禁なのかな。こんにちは。うん。朝虫、朝虫どこなんだっけな。あ、中華も返しても、まあ、とりあえず行ってみてから。あの橋があって、まだ先かな。来年は今言ったように北海、あの東北の残り走るか北海道走るか、あとは全然また違うとこかもしれません。トップマストっていうのが今書いてあったんで、あれが港のところの。キャラ変わりました。残念って言われた。な、何が変わったんだ。キャラ変わりましたっけ、私は。延長できてないか。じゃあやりますね。バランス。海鮮だけ食ってる分にはなんか別に良さそうな気がしますけどね。よっと。なんだろうな。何のキャラが変わったんだろう。横柄になった感じかな。あのコメントに対して、あの気に入らないコメントに対していろいろ言うようになったのがかもしれないな。サイニン巻き懐かしい。
あ、延長できてないですね。なんで、とりあえず手動で。あ、沖縄走りました。放送はしたことないですけど、沖縄はん、あ、フェリーで下北行きます。あ、琵琶湖も残ってますね。あ、電波いい、了解です。あー、屋久島、種子島か。石垣島も南の端しかしたことないんですよね。バンナ岳展望台っていうところまでしか北上してない、市街地から。 あとは一応ルートビアあそこで飲んだ。ホームコンビニ鶴屋、ホームセンターじゃないのか。うん、トゲクリガニ、カニですか。初めて聞くな、トゲクリガニ。聞き始めたこと。確かに3年前に放送始めた時は30代でしたね。花の30代。何でもいいや、言ってもんじゃない。あ、気をつけてありがとうございます。十和田湖まで94キロって書いてある。琵琶湖は滋賀ですね。AV に詳しいキャラではないかな。あ、学生じゃないの。31、この若造が。ん？大釣り？全員に、うん、そうですね。それはそう思います。青ヶ島ってどれだっけ？490、安い。寂しいとか言わないでくれ。市街地になってきましたね。そう、パンクイベント、もうパンクの修理の仕方も忘れてるかもしれない。うん、視聴者層、そうですかね。忘れた。ん？ああ、パンクの、パンク修理ですね。この先一生パンクしないから大丈夫ですよ。これはチューバ1本だけ持ち歩いてます。基本的には使わずに修理して延命する予定ですが。トゲクリガニ駅長、そう、視聴者層は 90% までが確か30歳以上だったはずです。前アンケート取ったことある。あ、もうすぐ海だ。餅、腰餅ありますよ。私はパンク修理はパッチでやってます。薄いパッチで。ん？お、むちゃんペリー、あれ泥表示であんな表示していいのかな。あ、そっか、一応あっちに入り込んだところにフェリーのターミナルがあるってことか。なんかあれ、回路まで含めて青看板に書いてあるのかと思った。海上国道なんてのが世の中にあるわけだし。うん、丸八食堂。あ、電波切れると思うし、放送ももう今本体のバッテリー使い続けてるんで、もう 1,2 時間しか持たないはずです。もしかしたら1時間内に切れるかもしれない。パソコン本体のバッテリーがどこまで下手当てるか、最近そこまで使い切ってないから。パンクの予定は今回の10日間ではないです。断言しましょうか。フラグではなくて。機体どうなんですかね。うん、この辺りも何もないな。ん？ヤマトさん。Z80。宿の、まあそれは、ウェルガニ？
あれ、どっちのことだ、あれ。あっちのトップマストっていうのもここから入ったとこにあるのかな。あのトップマストっていうのが多分店の集合体なんですかね。多分あのタワーがトップマスト、トップマストなんだと思う。2本、いやー私1本しか持ち上げたことないですね。UPS、 あーん、確か今回仕込んでおりません。パンクに、パンクに。今日の放送、そうですね、これで本体の PC のバッテリーが切れたらもうそれ以上 PC では、おお、あれか、でけえ、あれですね、乗るのは。なんか口開けてますよ、フェリーが。あー、でかいな、予想外にでかい。着きました、カモシカ。カモシカっていうフェリーです。ターミナルに多分あん中で食べられるんだと思います。余裕で間に合いました。あと1時間半近くある。ソフマップ、あれ、尻仕込みなしなし。そう、このフェリーもいつなくなるか分かんないですよね。多分ここも利用客少ないだろうし。津軽下北ライン、カモシカ。おお、バッチつかない。ああ、いや、チャチー船、南九州フェリーみたいな。あ、でもあれも最近大きくなってたな。 N41 度って書いてあるのは北緯41度なんだっけ、この辺りって。トラック、うん、鹿島か、鹿児島って書いてありますよ、こっちから。反対側見に行くと鹿島かって書いてあるのかな。ないかい。さて、じゃあ昼飯探すか。フェリー降りた後はもうバッテリーないので、うん、マックとかある場所だったらそこで充電する手もありますけどね。出航は1時間半後のはず。じゃあどうしようかな、昼飯配信、あん中にカメラ持って入るのもめんどくさいな。とりあえず出航の時間までバッテリー温存しておきましょうか、というの名目で放送止めちゃっていいですかね。船長に、船長呼べ。利用客確かウィキだと少ないって書いてあったような。時間は、うん、お弁当は買ってなくて、この中でなんか昼飯食ってこようと思います。フェリー乗って下北半島。じゃあこの日陰に置いて、よっと、うん、1時間後ぐらいにフェリー乗り込むところでまた30分枠とかでやろうと思います。んかもしれない。うん、うまくはないですね。ん、じゃあ昼飯探して食ってきます。食堂で、あ、でもほとんどそれだと、よっと。じゃあお疲れ様でした。あとはツイッターで昼飯とか流しますね。で、では、ありがとうございました。